嘘は嘘であるとか、見抜けるる人ででないいと難ししものがあるでしょうねそれのニュースを聞いたときに、不快感を覚えた自分に驚いた、あですか写像って。とつくのやめてもらっていいですか。それ明らかにゃなって、あなたの感想ですよね。<う>なんかそういうデータあるんですかあそれはでも、そういうふうにしか理解ができない知能の問題バーあ、ごめんなさい。<laughs> <laughs> 私の父があるスポーツの講師の資格を持っていて断ったら何されるかわからないので小学校の頃自称スパルタ指導を合を受けていました、えー、腕や顎の位置が悪ければ物理的に叩かれたり 背中に靴を投げられたこともありました。外にも他人の前で大声で怒鳴られたりもしました。これは客観的に見て虐待を受けていたと言えるでしょうか。回答よろしくお願いします。えっと客観的に見て普通に虐待です。あのま虐待の基準として、今はあのま物理的に殴られたり、蹴られたりとかがあるともう。虐待って言われるので、あの十分虐待だと思いなさい。なんかそのスポーツを教えたがろう。やってそういうのやりがちなんですよね。昭和の人は？ だから、なんかそれ余計嫌いになるんじゃねえかなと思うんですけど、はい、新ガチャで何かを買うより、自分自身の力で作る方が楽しいので、羨ましいとか思わないより虐でする親の基準はどこですか、虐待、えっと。自分の親は高校まで何かあったら、平気で頭叩かれたりビンタされてました。えっと、あなたの親が 頭を叩かれたりビンタをされてたんですよね。ということは、そのおじいちゃんがお父さんかお母さんを頭叩いたりビンタしていたわけですね、高校まで。で、あなたはそれを見ていたわけですよね。そうすると、高校に入る前までに生まれた子供ということで、実際その記憶するには多分3、4歳にならなきゃいけないので、そのお父さんかお母さんが15歳ぐらいの時に産んだ子供ということでよろしいでしょうか <laughs> すみませんあの日本語の細かいところにこだわってしまって。えっとそのまあ,あの暴力も虐待なんですけどその言葉によるいじめだったりあと飯食わせないだったりとかあとそのなんか学習教材買ってあげないとかも一応虐待になるので児童相談所に一回連絡してみるとといいと思い思ます令和2年度は児童相談所の児童虐待対応件数は20万5029件。過去最多子供は減ってるのに 自動虐待が増えてるわけですひどい親がいる現実をほっといて「親ガチャ」という言葉を使うのは良くないとか言ってるのは恵まれた環境で育った人のおごりだと思うおいらです。とあじゅなんか順番がこっちか、えー、と親に学費を出してもらってる状況で親の言うことを聞くのは当たり前ですか行動を制限されています。 えっと、あの、日本の憲法で、あの、子供に教育を受けさせる義務というのがあるので、実は学費を出すのって親の義務だったりするんですよ。なので、まあ、ある程度、まあ、親にお金を出してもらってる以上、言われたことは守った方がいいよねっていう、その、審議上の話はあるんですけど、ただじゃあ学費を出すこと自体は義務だったりもするので、そこまで、あの、なんか言いなりになるってことでもなくてもいいんじゃないかなと思います。七尾ポーズか手でハートポーズをしてください。七尾ポーズって何 あの西川さんが昔付き合ってた女性だっていうのは分かるんですけどその人がどんなポーズしてんのか分かんないんだよハートはこれですかはじ、えー、めましてやばい宗教ランク A の2世親もらはら鍛えてるが生まれながら体が強弱消えたいとか調べてますで男性27英語塾講師年収200通信大学生田舎実家暮らし無駄に人生がつらいです普通に幸せを感じられる人生が欲しいです結婚も試合です何からどう解決してもいいでしょうか余力ちさんの考え聞かせていただけませんか えっと、多分今、実家ですよね。あ,あ、そこ、家族ぐらい近いからか。えっと、あの、親がもらはらするっていうのが、多分ずっとストレスになると思うので、まあ、とっとと東京来てください。まあ、大阪でもいいですけど。で、一人暮らしをしてみて、で、そこでお金が足りなくなったら、もう生活保護でもいいですと。まず、その、親から離れるっていうのやってください。その、 結局、親のもとで暮らしているので、親から何言われても我慢しなければいけないっていことで、精神的に削られちゃってると思うんですよね。で、そこの削られてるっていうのが一生続きますよ、実家にいると。で、あの、27だと、まだ自分からチャレンジして新しい環境に行けるっていう、その、飛び出せるだけのモチベーションがあるんですよ。まあ、例えば、今みたいに1200円払うみたいなのも含めて。でも、35超えると、諦めたりするんですよ。 もう僕の人生はこうだったんだからこれは変わらないと。なのでこの状態に行けくしかないってなってで、まあ、そのまま我慢し続けて壊れちゃうタイプの人とかあと最近だともうこれ無理だわっつって親殺しちゃうっていうタイプの方がいらっしゃるんですよね。あの最近その看護師の人でえっとなんか医者になれってずっと言われてなんか9年ぐらい浪人をして でその看護婦になろうとしたらなんかそれも止められたのであの母親を殺して捕まった方っていうのがえっ、ー、と交際になってまあえっ、ー、とまあ親を殺したにもかかわらず懲役刑とした15年っていう結構短めのになったっていう判決があるんですけどっていう風にならざるを得ないんですよだって逃げ道ないんだもんなので早めに逃げちゃってください。 なので、あの、一人暮らしをとりあえず東京でやるっていうのがあって、もしその本当にお金がなくて東京でどうしようもないと思うんであれば、あの、山屋とかに、あの、住居出してくれる NPO ってあるんですよね。あの、その、要は NPO、あの、住居とかで調べるとちょこちょこ出てくるんですけど、そのホームレスの人に住むところを提供してくれる NPO とかがあるので、もうそこに直接電話今からして、あの、今から行きますなんとかしてくださいって言って、あの、いやいやいや、家に行ってくださいって言われても、構わず行ってください。 すすると何と何かしてくれますあの結構いいい人多いんだよなんか、はい、子供に関わる作業は母親がやるべきで市販のベビーフードを批判し電車に乗るときはベビーカーを畳んで子供を抱え病気になったら母親が仕事休んで官僚が当たり前という社会母親が過干渉のモンテや毒親になるのは皆さんの考え方にも原因があるのではないかな。 えー、私の親ガチャが失敗だったようで、現在貧困底辺の無職母子家庭です。息子はなんとか私立の公立大学に在学していますが、就職に関してはフリーターでも良いようなことを言っています。こんな親なので本人の意思に任せるのが一番だと思いますが、今までは息子が親ガチャに失敗したということになりそうです。実際そうなのと思いますが、息子を少しでも良い生活を送ってもらいたいです。どうしたらいいでしょうかえっと、高橋博美さんのお母さんお父さんが、 その良くない状態で、で、高梨博美さんは母子家庭という体でいいですかその息子っていうのが、その高梨博美さんの息子さんですよね。そうすると、あの、高梨さんのご両親はもう関係ないと思うんですよ。そのフリーターでも何でもいいとか無視してください。 なので、その子供にとって必要なのが何かっていうのを、高梨さんが親として自分の息子にとって必要なものを考えるときで、親の意見とかってガチ無視した方がいいと思いますよ。なので、あの、ちゃんと大学行かせた方がいいですよ。あの、その、親が、まあ、その家庭が金持ちで別に大学行かせなくても食えますとか、知り合いの声で会社突っ込めますとかで行けばいいと思うんですけど、そのコネすらない状態だと思うので、ひとまず大学は行っといた方がいいですよ。 毒親から離れて生活保護を取れ、家と仕事は自分で探せ、それが自立、という助言をするオイラです。親に依存してる人を親から離して、新たな依存先を作るのは自立ではないです。次の依存先になりたがる組織はヤバいです。マルチや宗教や、環境や NPO やゼゲンなど、弱者を食い物にする大人は多いです。 生きる価値がないと言われた時の対処法と優生思想について毒親や年上などどう思われますかあ生きる価値があるかないかを判断するのってすごい難しいと思うんですよね。なのでその生きる価値がある人とない人の判断基準を僕教えてもらいますね。その まあ、僕の知り合いのひよやりさんという性格の悪い、あの、死んだ魚の目をしているデブのおっさんがいるんですけども、で、その、彼が生きていることで、地球人類にとって何のメリットがあるかっていうと、多分ないんですよ。で、じゃあ、この瞬間、ひよやりさんが死にましたって言っても、その、人類70億に何の問題もなく社会もあるんですよ。なので、その、この地球において、ひよやりさんは存在する必要性がなかったんですよ。で、むしろ彼がいる分だけ、その、じゃあ、あの、石油だったりとかの資源も使うし、なんかあの、空気も汚すし、早めにいなくなった方が、地球の のためなんで、すよでいなくなったとしても、なんか、じゃあ、ひげおやじさんいなくなっちゃって困ったって人もいないと。多分、ひげおやじさん生きる価値ないんですよ。でも、この論理って、ほとんどの人に行くんですよね。多分、僕が明日いなくなっても、知ってる人は、あ、ひげおや死んだんだってなると思うんですけど、1年後くらいにもう忘れれてると思うんですよ。あの、僕が死んだことっていうのは。っていう感じで、あの、生きる価値のある人ってかなり難しいと思うんですよね。 その IPS 細胞を見つけた山中教授とか生きる価値あると思うんですよ。なんかエジソンとかね。っていうのって、その、同じ世代に一人いるかどうかじゃない要はその、一年に一人も日本人いないと思うんだよね。だ1億人ぐらい日本人いると思うんですけど、一年に一人いない十5年に一人ぐらいじゃないまあその一郎さんとかさ。 山中教授とか、その、ノーベル賞を取った田中さんとか、年に一人もいないんじゃないかな。で、あとの百、ね、999万人は生きる価値がないっていうのと、あと、その、他人を生きる価値がないと判断する人の、じゃああなたの生きる価値は何ですかっていうのを僕知りたいんだよね。要はその、他人に対して生きる価値がないって、その山中教授がやったら、確かになって僕思うんですよ。僕、iPS 細胞とか見つけられないし。 でもそのなんか、例えば僕の知り合いのひげおやじさんにお前生きる価値ないよって言った時に、えひげおやじさんの生きる価値って何ですかっていうのが、むしろ僕超興味持っちゃうと思うんですよね。そのひげおやじさんの思うひげおやじさんの、その人類に貢献できている生きる価値があると言える、そのメリットって何っていう。その要はイケメンとか美女だったらなんか周りを幸せにするとか、その気温聞いた面白いことを言うとかだったら確かに面白いとかなるんだけど、え、じゃあちょっと面白いこと言ってもらいますとか、その顔でイケメンだと思ってまするとか、 すごい興味湧いちゃうんで、もしその他人に生きる価値があるかないか言う人いるんだったら、合わせてください。聞いてみたいです。